はい、皆さんこんにちは、ちでございます。みそブレッキやっていきましょう。先ほどね、先ほどというか、これ流れてる時にはあれか、昨日の夕方にちょっと私間違えたツイートしましたね。私ってきりも119試合まで来てると思ってたんですけど、118試合でした。なので、これが金曜日の朝、で、土曜日の朝が、決まることになっちゃうんで、それは避けたいというところで、土曜日の朝は何かね、適当なものを差し込もうと思ってます。じゃあやっていきましょう。いや実はね、今ね、これはね、12日の木曜日の今19時21分なんですけどもね、本当はね、ポリブリッジをやろうかなと思ってね、不定期枠でね、開けようかなと思ってたんです。思ってたんですけどね、ちょっとね、お仕事のね、話でね、ちょっと憂鬱になっちゃったんでね、もうモチベーション下がっちゃったので、急遽やめて、夏芸雑談に切り替えようと思ったんですけど、でね、よくよく見たらね、皆さんのコメントに全然お返ししなかったので、あれ、私、日頃のチェックもしないのって思ってね、YouTube のね、チェックもしないのって思ってて、チェックしてたら、おやっと。ちょっと一応念のため確認するかと思ってみたらね、金曜日の分がね全く取ってなかったので、あーやばいやばい、これまた忘れるとこだったというような感じでやっていきましょう。あと何しようかな。いや一応もう報奨金あげとくか。報奨金あげときましょう。もうね、スコアラさんにね、頑張ってください、スコアラさん。いやー、ほんとね、もうね、なんかここんとこ数日ね、もう憂鬱だわもうほんと憂鬱だ。もうね、もうなんかね、気持ちがね、上がらないですね。特に仕事のことで、特にね、もう私ね、もう2ヶ月ぐらい遊んでますよ。一応ね、仕事はしてるのはしてるんですけどね。お金になる仕事2ヶ月半ぐらいしてない気がする。ねえ、ほんと困ったもんだね。ほんといい加減にしてほしいんですけどね。もう今回の元請けがどうもねどうも分かってない気がする。ああ、もうこれ以上言っちゃうとまた愚痴っちゃうでね、もう言いませんけどね。さあどうしましょうかね。じゃあもう普通でいいか。そうだ、あのね、コメントでね、畠山ドットノトドット JP っていうね、ドメイン名をね、いただきまして私気に入っちゃったね、ほんとね。さあ、じゃあ行きましょう。はい、で、しまった。あ、まあいいや。スマートフォンで撮るの久しぶりなんでね、私、老眼なんで、しまったね。ここのとこずっとタブレットで撮ってたんでね、悪くはなかったんですけど、今見たらスマホで撮ったんでね、かなりあれですよ。あ、何見てんの？かなり文字がちっちゃい。さあ、やりましょう。さあ、あと2試合です。あ、打率も3割4分までいってんね。相変わらず防御率3点台を維持してるのがね、いいですね。さあ、あ、広田さんが調子いいのか。でも広田さんも3割3分まで落ちてきてるので、ああ、ちょっと待ってね。北村さん調子悪いんだ。ということは、大野さん入れたいのかなと思うんですが、大野さん3割6分3厘。柏原さんも普通、柏原さん4割超えちゃってっからね、もうこの人絶対出しましょう。ということは、ここに広田さんを入れましょう。で、クリーンアップが上げ上司だね。これはいいね。山脇さんがいますけど、山脇さんはもうちょっとね、山脇さんはちょっとご勘弁で。中田先生がいいのかな。そうだね、中田先生がいいね。これでいきましょうか。島田さんも普通ですし、これでいきましょう。いやー、柏原さんどこまで行くんだろう。まあ、規定打席届かないでしょうけどね。さあ、もうね、ケチョンケチョンにしてあげてください。あ、でもね、そういえばね、ヤクルト、リアルのヤクルトえらい大変になってみたいですね。リアルのヤクルトは今何位なんですね。何位、結局何位なんでしょうね。ちょっと私全然見てないんでね。ただなんか
めちゃくちゃ戦力外になってる人がいて、あとコーチも辞めるんですか。今監督高津さんなんですよね。で、おお来た。で、高津さんなんですけど、コーチの一人が球団にも遺留されてるにもかかわらず辞めたと。しかもその記事の中では、おお、アベックだ。岡田さん、あー無理だね。しかもなんか今日読んだ記事では監督に申し出ずに、コーチの遺留の件を断ったっていう記事が載ってたので、え、もうこれは確実があったのかなっていうねえ。まあちょっとね、まあね、高津さんもそのね、現役時代はねすごく沸かしてくれましたけどね、賑やかにしてくれましたけど、監督となっては辛いのかもしれないね。まあ名選手名采配っていうわけにはね大抵いかないんでね、っていう感じもしますけどね。いやあ、ダメだ、あーなんか暗くなっちゃう暗くなっちゃうね。いやでもこれでね、スワローズを叩き落としてもこれで4位ほぼ確定なんじゃないのかな。広田さんはダメだったんだね、1打席もね。バース掛布で2点取りましたもんね。ソロホームなんだもんね、両方ね。あ、もうピッチャー用意しておきましょう。ちょっと中田さんで引っ張るのも申し訳ないんで。あ、違う。あ、ホイールズ負けてるね、ドラゴンズに。ちょっと待って、もう投手準備しておきましょう。誰で？遠山さんかい、また？遠山さん持つかな。まあなんだかんで言って遠山さんもね、結構勝利がついてるのかな。まあね、結構私遠山さんガンガン使うんでね、もう敗戦勝利とかね、そういう方に使っちゃうんですけど、勝っちゃったりとかもあったんでしょうね。あとまあそのね、リリーフ1人減ってしまったんでね、稲尾さんが来たんでね、中継ぎが1人減ってしまったんで、まあ遠山さんの機会が増えたかなっていうのもあるんですけどね。中田さんをとっととね、中継ぎに使うべきだったんですけどね、私そこら辺が全然分かってなかったんでね。あー、掛布さん調子いいな。あ、違う、今のバースだったんだ。あー、まあ上り調子だからね。ほんと長尾さんは当たりだな。ほんと平田さんには申し訳ない。長尾さん大当たりだわ。こんなに長い期間3割8分を維持できるってすごいよね。あ、一時ちょっとね下がった時もありましたが、あらら、あいたたたたたたた。お、ゲッツーだ。そりゃちょっと前にね、元ブルージェイズにいたね、まあ、メリジャーの川崎さん、ムネリってね呼ばれる方の動画をね見てたら面白いね。彼は本当愛されてたんだなと思ってね、そればっか見てたらね、 YouTube のトップ画面がねもうムネリばっかりになっちゃったいやでも本当ね、愛されてるなと、今度ゲッツーで返されちゃったね、愛されてるなと思いましたね。いける？あ、いけんね。じゃあ行っちゃいましょう。ちょっと中田さん酷使するのがねちょっとねかわいそうだなと思ったんで、と思ったらいきなり打たれちゃったね。あ、いきなりで減っちゃった。まあ本当ね、英語あんまりわかんないからね。あらら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 入って入っちゃった遠山さんあー、ちょっと待って、ちょっと2点入っちゃった遠山さん、あれ、あ、ゲッツーか。ちょっと2回3回持たない。まあなかなかね、あれを見てるとね、癒されるというか、よかったなっていう気がするんですけど、川崎さん帰ってきてからね、あら、バースまた打っちゃったね。自律神経失調症になったんでしたっけ。なんかね、あんまり体調良くなくてってことで、ソフトバンクをそんなに長いこといなかったんでしたっけ
ね、あれ今でもまだ現役だったかな、あちょっと正直覚えてませんのでね、あれなんですけど、あとまああのあ名前下しか出てこない阪神の球児さんがね引退試合をしたんですよね、なんかね、監督の矢野さんがねキャッチャーでと、ああ粋な計らいだなとね思いましたけど、あそこで本気で投げるかなと思ったら本気で投げなかったんですね私もちょっとねあの動画で見たんですけども、まあでも本当ね、あとあ岩隈さんも引退だったんだっけ、あと能見さんがなんかね、能見さん福留さんは現役を、ね、望んでるとかなんかいうことで、あとはまあまあ、なんかちょっとヤクルトはびっくりしましたね、記事になってましたもんね、もう何人もで、あと結構ねドラフトで上位だった方もっていうような感じで聞きましたしね、いやいや大変だなと、おいや、やったらやり返す、いいね、いいですいいです、ちょっとね遠山さんがね驚いちゃいましたけど、あ広田さんも今回失敗かな、あいったわ、あ打った、タオさんもいつも3割7分をねキープしてくれるんですごいね、ただタオさんがね、あでも今回打点入れたの、タオさんがあんまり打点入れてるとか見たことない気がしますね、またバースだバース止まんないわあ久しぶりだな、2桁得点入るかな、あー今のとこ入んないか、仲良くて2桁得点ね見てないんでね、あ本山さんダメだわこれ、さあじゃあ山本さんでいこうかな、嫌なバッターだ、ホームラン来るんじゃない、おゲッツーか、あーこれも嫌なバッターなんだよね、あレオンはさっきも打ったよね、うん、今打ちやがってと言いかけましたけどあー遠山さん持たないな、まあよかった勝ち投手遠山さんに持ってかれなくてね、でも待てよ、中田さん持っていけんのか、あでもこのゲームはねそうそうそうあのツッコミもいただきましたけど、このゲーム5回投げなくても先発かあの勝ち投手になるんで、1回だけでも勝ち投手になるんじゃないかな、そういう感じがしますんでね、結構あのまあなかなかズブズブな仕様になってますね、あゲッツーだゲッツーくらいってね、柏原さん4割キープだよね、あまた長打打たれちゃったねこれ、ちょっと待ってね、あーもうちょっと様子見るか、うわー抑えれない、あー栗山さんだね、あー行きたい行きた、あーナイスゲッツーですね、あーこれで変えよう、山脇さんかな、はい代打です、あ山口さん3割とか言ってんの本当かいな、3割調子があるってね、3割うん、この人足早いんだよね、まあ出れたらの話だけどね何言ってんだ本当に、あ平田さん2打席打ったね、うん、あ10点取ってほしいな、おまた来たバース、頼むよ、ひょっとしたらバース打率取るんじゃない、まあ見ませんけどね、最後の楽しみにしておきましょう、あでも最後見れるのかな、ちょっとそれ心配なんだよね、さあはい山本さんで、はい山本さんキャッチャーになってたね前のが残ったものだから、あらら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 、できれば10点差つけてほしいんだけどね、スワローズには散々やられたからね、おーしナイス、はい、おいいねこれ10点、もう2桁得点久しぶり取ってくださいよ、あいいね取れた、あとは10点差を分けること、
無理か、もう2アウトだから。ホームラン打ってくれたら嬉しいんだけどね。ピッチャーゴロだって。さあもう、あ、ホーナーもう回ってこないんだよね、よほど出ないと。あ？あ？怖くなってきてんだ。ホーナーまで回ったらえらいことになるよね。ホーナーまでまた5点ぐらい入ってことになるからね、恐ろしいんだよね。あ、ツーアウトだ。ああ、よし。ああ、よかったー。あ、久しぶりの2桁得点な気がする。ああもう12勝してるわ。10勝12敗だね、あのスワローズの対象はもう勝ち越してね。ホエールズ、あ、負けちゃったんだね。でもまあスワローズ任したから大丈夫だよと。カープ同点なんだね。はい、ああもう、あ、 1.5 ゲームしか空いてないけど、あ、でももう決まったね。ホエールズ3位決定です。 1.5 離れてるからね。もうこれで私が負けてね、ホエールズ負けても 0.5 ゲーム差で3位が決定です。あ、よかった、よかったね。というわけでね、これが今日金曜日の朝のはずです。で土曜日の朝はね、優勝もなんだから、ちょっとね、土曜日の夜私もビール用意しようかな。ということでね、ただ1試合しかしないんでね、1試合しかしないんで多分ね、もうあとはぐだるんでしょうね。いつものようにぐだぐだぐだっていう感じになるとは思うんですけども、そんな感じでやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。